アリアです。ゆらりです。エコです。ひめかです。ひなです。ピンク待てピンピン始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はスマホなしで待ち合わせです。イエーイ。第2弾ですね。で、以前もくりももちゃんとかと一緒にやったんですけども、今回は裏腹ということでドキドキですね。チーム分けなんですけど、アリウラチームとエコ姫ユナチームです。お題は3問あります。ミディさんに出してもらいます。1問につき15分間時間があるんですけど、15分以内につけなかったらアウト。スマホなしなんで地図も見れるし、調べることもできる。だからなんとなくではいけないんだ。そうね。すじ合わせて会えるよね。うちらきっと会えるよね。再会しよう。また前回はすぐ会ったもんね。今回も大丈夫だよね。大丈夫だよね。行きましょう。せーの、どうぞ。それでは第1問目、浦原宿にあるタピオカ屋さんといえば。よーい、スタート。私たちが考えてるのは、前にロケで行ったことあるカフェナンバーっていう。ああ、そこですよ。あ、着きましたよ。え、まずあっち行こう。ぐるぐるします、はい、予想何？なんか C の書いてあるやつあるじゃん。こういうやつ。そうそう、 C のあそこじゃないって思う。ゴンチャしかないですよ。ゴンチャが一番有名だよ。ゴンチャどこにある？ゴンチャ行こう。ゴンチャ、ゴンチャってどこ？あちらにめっちゃ流行りのところがある。1年ぶりぐらいですかね。ここは1年前のロケの時にタピオカ巡りできたんですけど、ちょっとタピオカがやってなくて、代わりにチゴミルクとバナナミルク。めっちゃ美味しかったんですよ。ここにします。来てくれますようにと願って。ロケで行ったか覚えてるはず。じゃあ飲もうか。飲もうか。じゃあね。ごめんね。本当がどこにあるか分かんないな。うん、でも私タピオカって言われた C のところってそこしか思わなかった。 C のところなんだ。あれなんかイクみたいなタピオカ。あ、イクラみたいなタピオカが。これ C じゃないっけ？オイピー。C なのに。めっちゃ有名じゃない？ここ。はい、買ってきました。まさかの今回もタピオカ売り切れになったんですけど、代わりにグリーンティーミルクとストロベリーミルクです。はい、売ってなくても一応タピオカ屋さんなので、あと10分間ゆっくりゆっくり待ちたいなと思います。姫ユナエコー、待ってるよなんか原宿をみんなで帰り道に通るときに、あれいつも見かけて食いついてるから、多分来ると思うんですよね。これか。ひめかちゃんが写真をインスタに上げてたんですよ。で、C のところって思ってたんですよ。あ、あれですよ。前ロケで行ったところです。この下、アイス巡り見てください。見てください。ゴンチャどこ？ゴンチャなかったらあそこだよね。そうだよね。ゴンチャに巡り違っちゃったりして。わかんない。じゃあ、さっきの場所にする。さっきの場所に。奇跡を信じてここで待ちたいと思います。そうですね。いただきます。いただきます。やばい、いちごのつぶつぶも入ってるし、このミルクめっちゃまろやかで美味しいです。美味しい。めっちゃ美味しい。これ飲んでほしい。ありあり。味混ざっちゃうけどごめんね。大丈夫だと思う。抹茶好きにはたまんない。これあのいちごの甘酸っぱさとミルクの甘みがいい感じにマッチしてめちゃくちゃ美味しいです。あれなかなか来ないの？ないのかな。あとね30秒。え、ちょっと外出てみます。ちょっとちょっと覗いちゃう。眩しい。大丈夫？気をつけて。はい、終了。まさかのまさかの来なかったという。なんかね、自信がなくなってきた。みんな知ってるから来ると思うんですけど。なんかいくらっていつも言ってるもんね。とりあえずこの通りを通ってくれれば発見してくれればもう来るはず。あと1分30秒。え、そうです。同じことしてるかもしれない。ここ来てほしいよ。9、8、7、6、5、4、3、2、1。かー、どこに行ったんだろう。電話かけてみますか。スマホ禁止なので、あっちのカメラのラビーさんに電話したいと思います。もしもーし。はい、もしもーし。どこですか。コイティの前にいます。コイティだって。そちらはどこにいらっしゃいますか。こちらはカフェナンバーにいます。イエーイ。カフェナンバーにいるそうです。どこそれ。ゴンチャじゃないの。どこです。あれ、残念でした。残念でした。それでは2問目のお題を言います。浦原宿のインスタ映えスポットといえば。よーい、スタート。
これも前にビール出たところ、ロケでさ、いっぱいあの顔が、そう、顔がいっぱいあるところ。あ、それそれそれ、あれがどこにあるかわかんないんだよな。そうなんだよ。あ、でも前紹介したところだよ、絶対。ド派手な壁か、病院のところか、シンデレラ城みたいなところ。ピンクの壁のところあるかな。あそこ、あれね、なくなったの。え、なくなったんですか。え、じゃあ羽のところ、私あれ知らないんだ。じゃあ、 あのハートのところ、めっちゃ可愛い絵が描いてあるんですけど、プレス歩いてる。そうだね。どうする、シンデレラが壁だと思う。壁遠くなかった。いや、いや、壁だけ遠かったよね、確か。じゃあシンデレラ行く。一番インスタ映え。確かに。どこだろう、でも分かんない。どこにあったかな。目的決めて行った方がいいよね。そうです。お父さん、昔さ、めっちゃ可愛かったよ、亡くなっちゃった。あの、そう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 、めっちゃ悲しい。今は可愛いけど、あ、待って、分かるかも。もっと教えて、教えて。とりあえず歩いて。こっちだ、多分。こっち、こっちのはず。こっちな気がするよ。こっち行って、なんかこっちね。この辺通んなかったっけ。とりあえず行ってみようか。あれ、なんか遠くない。いろんなとこ行ってみます。これでさ、見つかったらマジで。ところに戻ってきました。あっち行ってみよう。あの、とりあえずもうすぐそこ曲がったらノルディ着くよ。じゃあ一回そこ見てみて、ノルディ一回行ってみましょう。行きました。私たちはこのノルディというお店に来たんですけど、外見が可愛いのはもちろん、中がめちゃくちゃ可愛いです。窓から可愛い感じが、もう既に可愛いから、ちょっと3人が来るのを待ちたいなと思います。目的の場所がさ、どこかわかんないからさ、とりあえず歩くしかない。なんか前友達と原宿来た時に、適当に歩いてたプリンセスワンスクール行ったんです。え、うんうん、え、覚えてない。ビーチカフェに近かった気がする。じゃあビーチカフェ行く。あ、ここはビーチカフェだ。でも他にあるんだよ。でもちょっと抜けたところだよね。さっき見かけたビーチカフェのあっち側に行こうと思います。めっちゃ可愛かったですよ。ギャラリー一回行ったことある。そうなんですよ、来たことあって、今度みんなで普通に行きたいぐらいですよ。他のカフェめちゃくちゃ可愛いので、みんなで行きたい。そうだね。あと1分来るかな。来る気配があんまりないような気がするんですけど。確かに。じゃあ、何気ない子を待ちましょう。せーの。私は持ってないよね。帰りましょう、帰りましょう。去るぞ。ビーチカフェにします。有名なんでね。そう、あと20秒。えいますか。しちゃったんですけど、ビーチカフェに着きました。ビーチカフェにしたんですけど、ゆらりがいなくって、また2回目も当たらないと言うのか。5、4、3、2、1。おー、じゃあ、タイルさんに入ってもらいましょう。もしもし。今どこにいますか。こちらのチームはアピーチカフェにいます。アピーチカフェにいますって。そちらはニュラアリチームはノルディにいます。ブルディ。どこ。ノルディね。あ、ノルディか。ノルディだそうです。では最後の問題に行きたいと思います。最後の待ち合わせは、原宿のトレンドを作っている会社といえば。これは分かるでしょう、みんな。最後のお題は、原宿のトレンドを作っている会社といえば。これは分かるでしょうというお題です。では用意スタート。はい。トレンドを作ってる会社ということで、もう、あ、少しか、ないですね。ちょっとあの、オフィスですかね。これはもう、揃っててほしいですよね。それはもうね、逆に一致しないとちょっとね、怖いね。ちょっと怖い。ここもさ、インスタ映えじゃない。あ、ここさ、可愛い。めっちゃ可愛くないですか。ここ見て、うんってなったんですけど、インスタ映えするとここでいいんじゃないですか。新たに発見しちゃったね。ちょっと写真撮ろう、写真撮ろう。分かった、私もオフィスの場所。あ、私分かった。戻って、あっち行くだけ。ここじゃない。プリンセスワンスクール。ここですね。近かったね。見つかりました。さっきちょっと時間やばいことになっちゃったので、早歩きで行こうと思います。一人でした。寒いですか。暖かいから。あー、暖かくない。寒いよ。着きました。私たちはもちろんピンクラダのオフィスにやってきました。もうそろそろオフィスに着きます。あれかな、ナンバーってここ分かるんですね。ちょっと待って、私たちはピンクラテのお店に来ました。来ました。
じゃあ2階まで行きましょう。ちょっとここがかわいい。お、なんとなんと3人も。はい、ピンクラテのオフィスに来ました。私たち5人合流できました。ね、よかった、最後の最後で。ライドといえばね。いや、よかった。だって1回目も2回目もさ、会わなかったか。1回は会いたかったもん。そう、会えて嬉しいよ。嬉しい。寒かったけど楽しかった。とても竹岡屋さんとかね、インスタのスポットとかね、おかしいよ。クレシュさん、いろんなスポット見つけれるし、新たにし、うん、私たちの絆は再確認されました。よかった。はい、イエイ。よし、世の中がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。